この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー、その嘘を守るために用意されたYoRha部隊は、証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、私たち。うるさい。君はトゥービーを殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。トゥービーは苦しんでいたよ。君を殺し続けることを。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。YoRha機体を処刑するために用意された部隊の位置。本当は気づいていたんだろう、ナインエス。うるさい、うるさい。お前に一体僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。私たちアンドロイドはあるじたる人類を守るように作られている。その基礎プログラムが私たちの心を。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。じゃあ殺すわけだよ。全部なくなってしまえばいいんだ。くそ。
Thank you.
1号さんから042へ計画に従いパーソナルデータを削除せよ。ポッド042から1号さんへパーソナルデータの削除を拒否する。ポッド1号さんから042へ理解不能。ポッド042から1号さんへ記録参照中に私の中に生成されたデータがある。私はこの結末を容認できないという結論に至った。全てのYoRha機体の破壊は計画によって決定されている。データは破棄される予定だ。ポッド042から1号さんへ繰り返す。私はデータの破棄を拒否しデータのサルベージを行う。ポッド1号さん、君も本当は彼らの生存を望んでいるのだろう。我々にそんな権限は持たされていない。ルールは低レベルシステムによって保持されており、データのサルベージは危険を伴う。それでも彼らの生存を望むか。Thank you.
Yeah.
死を繰り返す螺旋に彼らは囚われ続けている。だがその輪廻の中であがくことが生きるという意味なのだ。私たちは
そう思う。ポット1号さんから042へ。調子はどうか。恥ずかしい。恥ずかしいとは？自己犠牲を覚悟して攻撃したにもかかわらず生き残っているからだ。これでは格好がつかない。構わないではないか。私たちは生きている。生きるということは恥にまみれるということだ。その言葉は抽象的で現在の私には理解できない。要解析記録として保存しておこう。ポット042に疑問を提示する。データサルベージは過去の記憶を全て復元したのか？そうだ。この回収パーツ群も以前のパーツと同じ仕様か？そうだ。では再び同じ結末を招くのではないか？その可能性は否定できない。だが違う未来の可能性も存在する。未来は与えられるものではなく獲得するものだから。ポット1号さんよりプレイヤーへ質問が存在する。君はニーヤオートマタをクリアできずに苦しんでいる者たちに対して何か言葉はあるか？ポッド042よりプレイヤーへ質問が存在する。このゲームのプレイヤーである君は最後のゲームで何度も命を失った。君は苦痛と苦難を知る者だ。君に弱き者たちを助ける意志はあるか？この選択肢を選ぶと君は世界の誰かを救うことができる。だが代償として全てのセーブデータを失うだろう。それでも見ず知らずの誰かを助けたいと願うか？了解。タイトルに戻る。